カッチン、ここらで別れた方が良さそうだ。お互い一人になって自分自身を見つめ直してみよう。哲学だぞ、花君。それじゃあ僕は南の方に行ってみようかな。寒いの嫌だしね。僕は北に行くよ。寒いところで身も心も鍛え直してみたいんだ。辛い旅になるかもしれないけど、そう、生きるということ自体辛い旅なんだから。南の島、あったかい。何があったかい。おい、人が真面目に話してんのにちゃんと聞いてけよな。ラジオドラマシリーズ魔法少女プリティサミーオリジナル第20話、人生出会いと別れの交差点の巻。ここはハクアちゃんの自宅である。前回ワシュちゃんと大喧嘩をしたハクアちゃんは日が暮れてもバレエの練習に励んでいた。みんなの信用を回復するためにもまず私自身が頑張らなくちゃと、下連着流必殺サーブ、やったわ。珍しく当たりました。あ、そこの通行人さん、避けてください。え、南の楽園、南、ここは南の海。南、確かに阿佐ヶ谷南一丁目ですけど。高いわ。そっか、ここが南の楽園なんだね。ちなみに熱心なリスナーの皆さんならお気づきのことと思うが、ハクアちゃんとカッチンは今まで直接顔を合わせたことがないのだ。一方、ところ変わって、それにしてもハクアちゃんってすごく自分勝手よね。クラス委員だからって居残り特訓をみんなにやらせるなんて絶対に低謀よ。それを言うなら横暴じゃないかな。そうそう、横暴よ、横暴。で、私の間違いを指摘したのは誰？うわあ、少し太めの怪しいデブが歩道の隅で行き倒れてるわ。大丈夫、お腹が空いて目が回っただけだから。あ、そうですか。あ、ちょっと、はあ、やっぱり北の国では通行人の人の心も冷たいのかな。北の国？確かにここは阿佐ヶ谷北6丁目だけど、この人体格も良さそうだし、私の新発明の実験台に使えるかも。にやり。いいわ、私のうちすぐそこだから、なんか食べてく？はい、食べていきます。熱心なリスナーの皆さんならお気づきのことと思うが、ワシュちゃんと花君も今まで直接顔を合わせたことがないのだ。ともかくワイシューちゃんとハクアちゃん、明日は仲直りしてくれるといいんだけど。きっと大丈夫よ、だって言うじゃない、喧嘩するほど仲がいいって。うん、そうだよね。ここはハクアちゃんの家だ。おいしいぞこれ。うまいな。そんなに慌てて食べなくてもまだたくさんありますから。でも最初はお腹が空いて倒れたなんて思わなくて驚きました。楽しいほど美味しいよ。でもいいな、こんな広い居住空間に一人で住んでるなんて。一人じゃないんですけど、父は下連雀流道場の総帥でいつも日本全国を飛び回ってますし、母は越後のちりめん問屋を経営していますから、やっぱり一人みたいなもんですね。ところでさっき僕の頭にぶつかった球状の物体、ちょっと見せてくれないかな。あ、バレーボールですね。地球じゃバレーボールっていうのか。
五感知性の球技ムケムケボールで使う球に似てるな。よっはっとムケムケ、よっムケムケ反転重力、あー分かんねえや、よっと。すごい、お上手ですね。まるでボールが体の一部みたいです。キヨネ軍団の英士たちは基礎体力作りにムケムケボールをやっていたからね。あの、え、お願いします、その腕を見込んで私にムケムケボール、あ、じゃなくてバレーボールの稽古をつけていただけないでしょうか。そしてこちらはワシューちゃんの家である。あー、くったくった。あー、で食後のコーヒーはまだかな。ほんとずずしいわね。いや、でもこの部屋すごいね。カロッティ通信機にポジトロン電子頭脳や空間磁力メッキまで全部試作品よ。いやいや、地球人にしては大したもんだよ。こうして発明品のパテントを取って生活するしかなかったのよ。まだ私が小さい頃、両親が巨大ロボット建造中の事故で死んじゃったから。そうか、苦労したんだね。地球の女の子はちゃんと自分の力で生活しているのに、それに比べて清音様は。はいはいはい、泣いてる暇ないのよ。さっさとこれ着てちょうだい。あ、なんだいこの機械、パワードスーツ。これはね、私が試作したスーパーパワード特訓マシーン1号よ。特訓マシーン。まあ見てなさい、スイッチオン。ん、あー、体が勝手に動いちゃう。引っかかったわね。それを身につけたものは私の意のままに動く生きたマシーンになるのよ。ということは、あなたは今日から私のバレーボール秘密特訓に付き合ってもらいます。あの生意気なハカちゃんの鼻を明かすために徹底的に訓練するわよ。いっそ、そんな、せっかく清音様から逃げ出してきたのに。清音様は怒って、花君もカッチンも勝手なことばっかり。いいわ、こうなったら私一人の力でプリティサミーを倒してみせる。清音星の王女が身につけている宝石は、その全てが護身用カプセルモンスターになっているの。これがキヨネちゃんの秘密、その1。今回はこのイヤリングを。そう、イヤリングに封印されしカプセルモンスターよ。キヨネ星第一王女の名のもとに、今こそ隠された力を解き放つがいい。あっは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 、私一人じゃ何もできないと思ったら大間違いよ。いよいよ清音様が動き出した。謎のカプセルモンスターの能力は、そして離れ離れになった花君とカッチンの運命は、何がどうなるのかさっぱりわからないが、とりあえず戦え、魔法少女プリティサミー。続く。ちょっと、結局今回も私の活躍がなかったじゃない。でも続く。あ、ひどい。なお続く。